人ソータさんはライトノベルの主人公かもしれません。将棋を題材としたラノベ作品竜王のお仕事、ホノラノで2冠を達成するなどかなり話題となっていた作品で、ファンからは将棋とロリが合体した名作、竜王になるとロリと仲良くなれるってマジなどと大好評なのですが、連載当初は作中の様々な設定に対してあまりにも将棋を舐めている、主人公の設定がいかにもラノベって感じがしてきついわなどとやや否定的な方もいたみたいです。実際作者さんも将棋界で絶対に破られないと言われていた記録のうち一つを主人公に破らせようとしたなどと話しているので、これらリアリティに言及する声が上がってしまうのはある意味で仕方のないことでした。しかし連載開始後にあの藤井聡太さんがデビューしてしまったことで状況は一変しましたね。怒涛の勢いで勝利を重ね、作者が一つだけ破らせようとしていた記録を二つともぶち抜いてしまったため、ネット民から17歳の伝説、リアリティなさすぎだろこのラノベなどと言われ、作者の白鳥先生ももう俺ラノベ書かなくていいんじゃないかなとツイートすることになってしまいました。ファンからはおんまくさ、こればかりはさすがに同情を禁じ得ないなどと慰められており、その後発売された竜王のお仕事の帯は現実に負けるなの文字が刻まれることになってしまいました。これに対しては相手が悪すぎた、もう異世界転生して将棋流行らすかバトルファンタジーにしないと勝てないなど、ファンも諦めムードになってしまいました。余談ですが、藤井さんは今とんでもないスピードでタイトルを更新しているので、ネット上で藤井聡太が今何冠なのか確認するのが面倒になって、ついに藤井 N 冠と呼ぶようになってしまった、どうせ覚えたところですぐに増えるなどと言われていたりします。これ関連で過去にも藤井聡太今何段系のミームが流行っていたり、フィクションを実力でねじ伏せた男、まるで将棋だななどと言われることがありますが、これに関しては紛れもなく将棋です。さて、そんな彼が活躍するたびに話題となるこの作品、ホノラノを2回撮っているだけありかなり面白いのですが、アニメ放送時にはネット民の大喜利がとても盛んに行われておりましたね。1話で主人公が誤ってロリッコアイちゃんを押し倒してしまうシーンでは通報に大手かかりましたね。人生一手罪じゃないっすか、罪なのか罪なのかなどというコメントがあったり、主人公がロリハーレムを築いてしまうシーンではこれは差し次肉ですねのようなものがあったりと、秀逸なコメが多かった印象です。アニメ本編でも生放送で胸をガン見している主人公にブチ切れた制裁の愛ちゃんが突如割って入ってくるシーンでプレミア登録しました、養女養女というコメントが流れている演出がされていたりして、公式もちゃんと頭のおかしい作品で最高でしたね。藤井聡太さんの影響で予言書扱いをされているラノベ竜王のお仕事、先日作者さんがまた頼むから弟子だけは取らないでと祈るようなツイートをして、なぜか愛ちゃんの目元にモザイクを入れていたせいでネット民から突っ込まれていたのですが、これに対してこの人が言うと本当に美少女を弟子にしだすぞ、比べたてに4年がないラノベ作家などと言われていたのですが、さすがにそこまで実現することはないと信じたいですね。個人的に推している作品なので、とにかく頑張ってほしいという気持ちが強いです。本日のニュースでした。ご覧のスポンサーです。